はい、どうも皆さんこんにちは。ユージャク代表の佐藤です。本日私はユージャク睦沢オートキャンプ場の方に来ております。はい、というわけでね、今日もキャンプ場開拓やっていこうかなというふうに思うんですけれども、本日やっていく内容というのがですね、はい、こちらでございます。キャンプ場の入り口がどこか分かるようにするための案内板ですね。うわ、眩しいな、逆光じゃねえか。そんな感じで私がねデザインして作ってみました。はい、なかなかいい感じにねできていると思うんですけれども、はい、こんな感じのね案内板でございますね。この看板自体はあのキャンプ場のゲート看板とね、同じものを使用しております。こっちの方がだいぶで幅がありますよね。はい、まあ、ぶっちゃけ真っ黒にすると視認性どうなのっていうところでいう問題もあるかなというふうには思うんですけれども、まあ多分このサイズなんでね、大丈夫だとは思います。早速これを今日は取り付けていきたいなというふうに思います。と言いましても、ただいまの時刻が14時ということで、私はね、17時5時になりましたらバイク教習がありますんでね、もう2時間ぐらいでちゃちゃっと片付けなきゃいけない仕事というふうになっております。早速さっきね岸田でコールのりもう終わらせておりますので、木の枠組みを作ってそれで看板を立てていくという段取りでね、今日は作業を行っていきたいなというふうに思います。はい、それでは早速やっていきましょう。スタート。はい、そんなわけで早速ね看板の枠組みを作っていくわけなんですけれども、このね看板だけだとちょっとペラペラすぎてすぐ風で折れちゃったりとかすると思うので、まあ、木の枠をね、張っていって、こいつ自体を補強していこうかなというふうに思います。で、補強していくのがさっき塗ったねこの木の板っ葉使っていきます。だいたいねだいたいでちょっとね作業していくんですけど、なるほど、ちょっとざっくり噛んでね作業していきます。はい、そんなわけで看板のね枠組みが完成いたしました。まあ、大体こんな感じでいいんじゃねえかな。で、今からね、単管パイプをちょっと地面に打ち込んでいこうかなというふうに思います。いるわけなんですけれども、一応町の方にねあの看板設置を行う許可は得ておりますので、ささっとね作業していきます。はい、それでね看板を設置する場所なんですけれども、今私が立っているちょうどこの場所ですね。こっち側からねちょうどこんな感じで車が来るわけなんですけれども、ここですね。はい、一番皆さんが迷っちゃうところ、大体の人まっすぐ行っちゃうみたいなんで、今回はこの場所にね看板を設置することによって分かりやすくねしたいなというふうに思います。まあ、どの辺がいいかな。結構ここも雑草伸びちゃうんだよね。ちょうどその辺に、まあ、不審者注意っていう看板があるんで、まあ、この辺りかな。この辺りにねちょっと看板を立てていこうかなというふうに思います。はい、それでね、以前擁壁作成をした時に、まあ、単管パイプを地面に打ち込むっていう作業を行ったんですけれども、あの時はね、まあ、人力プラスユンボの力を借りて打ち込んだわけなんですけれども、今回はこちらね、はい、穴掘り機を購入してまいりましたので、これを使ってね、下穴を開けてから単管パイプを打ち込むかという、下穴をなしでね単管パイプを打ち込むというのは結構難しいので、これはね必須の道具ですね。だいぶ取れたね。どうやって払うの？
ザザだよね。60センチぐらいかな、穴開きましたんで、先端に杭を差し込みまして、はい、だいぶね下の方に打ち込んだと思うんですけれども、結構ね下っ側に砂利があるのかちょっとねまだ不安定な感じ、しっかり打ち込めてないんだよね。なのでちょっと強行的な手段に出ようかなと。まあここ穴開けてあるんで、少しねデカ穴なんですよね、この単管パイプよりも。なのでちょっとふらつきとかも気になるんで、少しねモルタルを練ったものを中に流し込んでいこうかなというふうに思います。よし、じゃあモルタル練っていきましょう。せーの、あーこれなくないと思います。固まってんだけどしてね。うわぁ最悪だね。え、入ったんじゃない？そう、入ったと思う。俺の足がセメントになっちゃう。そのきつい人かかないとダメだ。足抜けない。すげえ。なんかモルタルが長期保管で固まっちゃってるみたいなんで、ゆるゆるなんだよね。なんか泥団子みたいになっちゃってるよ。ここに砂利を追加してね、まあ、正規の砂利じゃないんだけど、路盤材だね。これをぶち込むことで、ちょっとコンクリートっぽい感じでね、使用しようかなと思います。モルタルがもうないんだよね。ワンチャン買ってきてもいいんだけど、その時間がもうない。これを入れて調整しましょう。これでいい。うん。これであと入れていくだけ。だから、これ持っていけるかな。トラックで行く？トラックで行こうよ。そうだね。よし、トラックで行きましょう。はい、というわけで、今からね、ここに持ったモルタル流し込んでいきます。はい、そんなわけでちょうど今4時でございますけれども、まあ、モルタルがね固まるまで1日2日かかると思いますので、看板設置はまた明日かな、モルタルがだいたい乾いてきたらね、こちら看板設置していこうかなというふうに思います。はい、それではまた明日にスキップ。はい、そんなわけで作業2日目でございます。うん、いい感じにねモルタルが乾いてきましたね。はい、だいたいこんな感じです。ちょっとね今手で揺さぶってるんですけど、まあ、多少くらつきはあるものの、まあ看板支えるぐらいの強度はね両方ともありそうですね。それじゃあね早速看板設置していくんですが、まずは下穴をね開けていきましょうか。
はい、そんなわけで案内板完成いたしました。よし、意外と3時間ぐらいかな、全部の作業工程として。今までやってきたキャンプ場開拓の中ではすごく簡単な部類ですね。はい、結構いい感じですね。視認性も悪くないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ぐらつきもねこんな感じで全然ないです。はい、でまあ単管パイプの浮き出しっていうのがちょっと気にないので、そのうちねこれ茶色に色を乗せてあげようかなと、塗ってあげようかなというふうにね思っております。はい、まあ一応ねこんな感じでございますね。はい、まあこの看板があればね、間違ってあっち側に行ってしまうというようなことももうほぼほぼねないのかなというふうに思います。左折川沿い 100m 直進ということでね、ここをまっすぐ行けば我々のねキャンプ場に到着するというような感じでございますね。はい、じゃあ戻りますか。はい、道の駅側からずっとねこっち側に来ますと看板が見えてくるというわけですね。あ、全然見えるね、大丈夫だね。はい、車で来た感じもだいぶいい感じでしたね。もうね迷っちゃうっていう方もだいぶ減ってくるんじゃないかなというふうに思います。あと結構受付をねキャンプ場手前にあるカフェの受付と勘違いされるお客様もいらっしゃるようなので、あっち側にもねもう一個ぐらい看板をね立てておこうかなというふうに思います。はい、まあ受付はこちらみたいなね、そんな感じのやつをね立てておきます。はい、こんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その後られる通知設定もにしておいてください。あと合わせましてこちらですね、はい、ツイッター、インスタグラムやっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。合わせましてこちらも、はい、インパラキャンプのブログ毎日キャンプ系の記事更新しておりますので、こちらも合わせて読みに来てください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。はい、ここでは山羊除草作業中です。